せーの、マリンパッパです。はい、ふーちゃんがね、体調を崩してて撮影をね、お休みにしてたんですよ。ほんまに動かれへんかったみたいで、 39.8 とかまで熱上がって、で、まあもう絶対コロナやんと思ってて、ふーがかかってたらもうまだも絶対にかかってるから、とりあえずふーが検査行って検査結果が出るまで、まあ、マナミもねお家で引きこもりもしてたんですけど、昨日検査行ったら陰性やったみたいで、まあ、今熱も 37.3 とかまで下がって、まあ、だいぶマシになったみたいなんですよ。まあ、ここ4日間ぐらい休みにしてたんかな、4日間ぐらい休みやったんですけど、4日間ほんまにまともにご飯も食べてないみたいで、だから食べてないっていうか食べられへんのかな、まあ、なんか持って行ったろかとか、まあ、あの玄関にかけたりとかやったらできるからって言って もうほんまに食べられへんし、全然いらへんっていう感じやったんで、まあ、さっき電話かかってきてだいぶマシなって、まあ、食欲も出てきたわみたいな感じで言ってたんで、まなみからウーバーイーツをね送ってあげようかなと思います。で、まあ、ふーちゃんお金とかもないから、ウーバーとかも多分ケチって頼まへんと思うし、これとも全然会えてないと思うし、まあ、一人ぼっちでね寂しいと思うからね、せめて美味しいご飯だけはね食べさせてあげようと思ってね。まあ体調も治ったばっかりやし、がっつりお肉とかそういうのは食べれないと思うんで、なんかお蕎麦とかそういうあっさりしたものをね頼んであげようと、ね、思います。もうほんまにコロナ最近めっちゃ増えてきてさ、外出るのも怖いしさ、みんな絶対暇やんな。暇やったらな、見てほしいやつがあるの。ネットフリックスのお一人島ってやつがもうめちゃめちゃ面白かったから、みんな見てみて。マナミはね、最近それを見て過ごしてました。やっぱ恋愛系って見てたら面白いよね。はい、そばとおにぎりと天ぷら頼んだのと、まあ、ふーちゃんタピオカ好きやからタピオカを送りました。今お昼で、まあ、これお昼ご飯なんで、次はちょっと夜ご飯ね頼んでいってあげようかなと思います。まなちゃんからのウーバーが届きました。ありがとうございます。昨日やっと病院行ってコロナの PCR 検査とか受けさせてもらったら陰性やって、検査結果が何みたいな、普通の多分シンプルな風邪やと思うね、インフルでもないって言ってたし、もうとりあえずしんどすぎて原因不明の病で、まあ見てくれた通り、あの私4日間風呂入ってないです。じゃあほんまに今日元気になって、まだ昨日とかもずっと寝ててベッドから動かれへんくて、もうチャチャのご飯用意するだけが精一杯だし、チャチャも一瞬なんかどっか預ける家族とかお母さんとかに見てもらおうかなと思ったぐらいしんどすぎて、けどまだその時にはコロナの検査もできてなかったから、会ってさチャチャをこうやって預けるのもあんま怖いから、ちょっとチャチャは家で一緒にじっとしといてもらったんですけど、マジ何やったんやろって感じ。もうちゃんとしたご飯ほんま久々、もめっちゃ嬉しい。まなちゃんありがとう。風邪ひいててもさ、まあ、ウーバーしたいい話やけどさ、もう頼むもめんどくさくてさ、なんだろう、まなちゃんのおごりでさなんかいいやつ送ってきてくれた。優しい。しかもでかいな、病み上がりこんな食えねえぜ。え、なんかいっぱい頼んでくれてる。なにこれ、ご飯、ちくわの磯辺揚げ絶対食べられへん。ふーの大好きなタピオカ、しかもなほうじ茶ミルクティー。さすがふーの相方。ふーがさずっと風邪ひいてたらまなみずっとおごってくれんのかな。幸せ、もうめっちゃおいしい。なんかそばとミルクティーってちょっとおかしいよな。ほんま
まにこの4日間で何食べたって言ったら、これマナミに言ったら怒られてんけど、ミルクせんべいしか食べてないんよ。甘いものをとりあえず食べなすぎてめっちゃ怒られた、マナミに。これでも全部は食われへんな。おいしい、めっちゃおいしい。人の頼んでくれた人のお金で食べるご飯でこんなおいしいんや。この風邪ひいてる間にさ、フーはあれを見てます。あのマーベル、なんか今あれやってるやん、あのスパイダーマンが映画してるから、ちょっと時系列順にさ、ちゃんとマーベルを見ようと思って出て調べたら、多分ね20個ぐらいあるんよ、時系列で。見なあかへんねんけど、ちょっとそれをさ、今この休み中に見れるとき見とこうかなと思って、この4日間で見れた、アイアンマンの1話のまだ半分しか見切れてない。しんどすぎてさ、見られへんねんやんか、やっぱり。これマナちゃんおそばにしたらしくったかもしれん。むせるわちょっとこれ席。そしてめっちゃごめん、もうお腹いっぱい。それ4日間もまともにご飯食べてなかったらさ、いいちっちゃなるわな。さっきさ、体重測ったらさ、風邪ひく前が45とか44やってんけど、さっきあの体重測ったら 41.9 とかなっててんけど、やばくない？普通に病やまい。おたふくとかさ、水ぼうそうとかもなったことないねん。水ぼうちょっと待って、水ぼうそうもさ、なんか兄弟がなったらさ、移してもらうために一緒の部屋で寝かされたりするやん。でお兄ちゃんが水ぼうそうなって、ふうも移そうと思って一緒の部屋で寝かされてねんけど、それでもならんかったん、水ぼうそう。ちょっとこれ後で食べようかな。これあったかいやつじゃないから伸びひんから、たぶん後で食べれるから後で食べる。やっぱ一気には無理やわ。じゃあちょっとお風呂入ろうかな。もうあんまり臭すぎてさ、自分が臭い？ふ言ってどう？言って。はーい、夜はね、豪華にちょっと海鮮をね頼んであげようかなと思います。ふーちゃんね、海鮮好きやから食べれるかな。でももうね、家引きこもりすぎてちょっと頭痛くなってきた。はい、ふーちゃんにね海鮮をね送ったので、まあ、これを食べて明日か明後日かし明後日になるかわからないんですけど、早く回復してもらって撮影をね開始していきたいと思います。はい、届きました。お次は何でしょうか。あー待って、もうマナちゃんセンスありすぎるんですけど、海鮮丼でーやばくない？しかもめっちゃいろんな種類入ってるやつ頼んでくれてる。なんかふーさ、無性にな、生もん食べたいなと思っててん。これは嬉しい。で、皆様4日ぶりのお風呂に入りました。でもな、お風呂入るのにあの1時間半かかりました。時計見たら、なんかこうシャワーとか浴びててさ、とりあえず髪の毛を3回洗ったんよ、臭すぎて。もうそれ3回洗ってる途中になんかもうだんだんさ疲れてくるねんやんか。なんていうん、息がもたんっていうの。途中でなんか脱衣所で休憩しもってお風呂入ってたら1時間半ぐらい経ってました。あー幸せ、ほんまに幸せ。いただきます。マネちゃんもいただきます。一人暮らしってさ、不
すごい風邪ひいた不安になるんです。だから正直ご飯とかもどうでもよくて、寝て起きたら死んでないかなって。だってさ、この時期さ、家族にも一緒におってもらわれへんからさ、ちょっと寝るの怖かったりしたんよ。そういう不安がすごいある中で、ご飯の心配してくれたりさ、まなみ毎日電話してくれたんよ。で、ほんまにこんなんじゃ最低かもしれへんけどさ、めっちゃありがたかったん、その電話な。多分生存確認の電話やったと思うねんけど、電話してる分にはさ、落ち着くねん。まなみの声聞いてたら、なんか、ああみたいな、よかったみたいな、こういう友達持ってよかったなと思うねんけどさ、途中でさ、掃除機かけたりするんよ。で、まなみんちの掃除機ってダイソンやからさ、結構音うるさくてさ、ドルニョーイヨーみたいな、なるんやんか。ちょっと頭ガンガンすんなーみたいな。でもありがたいです、すごい、まなちゃんのその、やっぱ誰かと喋りたかったから、ふうはしんどいながら誰かと会話とかもしたかったから、めっちゃ助かってます。海鮮丼は完食できそうな気がする。そんな量多くないしね。このあと一口が食べれないの、私いつも。うん、完食しました。まーちゃん、美味しかったです。ごちそうさまでした。これでちょっと薬も飲んだんで、あともう一日ゆっくりして、明日病院行って、もう一回コロナの検査受けて、陰性やったら、撮影も進めていきたいと思います。はい、じゃあそんな感じで皆さん、くれぐれもコロナとかオミクロンとか流行ってるんで、皆さん外出するときには気をつけて、感染予防とかね、アルコールとかちゃんとしてください。はい、じゃあそんな感じで高評価、チャンネル登録、拡散の方よろしくお願いします。バイバーイ。It's been a while and such a ride of stars align.